後醍醐天皇は鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけての第96代天皇。鎌倉時代は鎌倉幕府が統治した時代。後醍醐天皇はそんな鎌倉幕府に対して並々ならぬ対抗心を燃やしていました。鎌倉幕府の倒幕、これが後醍醐天皇の決意。そして国の政治は天皇自らが行うのが本来の姿と考え、天皇新政を実現するために生涯をかけました。打倒鎌倉幕府に燃えた後醍醐天皇、鎌倉幕府打倒計画は2度にわたり発覚。1度目は処罰は逃れたものの、2度目は沖に島流しされました。しかしこんな窮地に陥っても後醍醐天皇の闘志は衰えません。むしろ衰えるどころか、ますますその闘志は燃え広がりました。そして3度目の正直となっていきます。沖を脱出し倒幕の兵を挙げると、鎌倉幕府に不満を持つ有力武将たちが次々に参戦。鎌倉幕府は崩壊、後醍醐天皇は新政権を打ち立てました。後醍醐天皇の執念が鎌倉幕府を倒したと言えますが、実はこんな裏話もあります。後醍醐天皇は勧義典の秘宝を行ったということです。勧義典は秘仏中の秘仏、勧義典は他の神仏なら到底聞いてもらえないような無茶な、ありえないような願いでも叶えてくれる凄まじい仏。どんな願いでも叶えてくれる仏とは、一見とっても素晴らしい仏に感じるかもしれませんが、本当にどんな願いでも叶えるのです。冷静に考えてみてください。とっても恐ろしい仏であることが同時にわかるでしょう。勧義典はいい加減な気持ちで祈るとたたります。一生祈られば子孫にまでたたります。子孫にまでたたりが及ぼすのです。恐ろしいですね。専門家でなければちょっと控えた方がいい仏様かもしれません。後醍醐天皇は勧義典の秘宝を一心不乱に行ったという話があります。その時の鎌倉幕府の執権は北条高時。北条高時の身に奇怪な出来事が起きました。ある日酒を飲んでいた高時は、どこからともなく現れた田楽法師たちに囃し立てられ、狂ったように田楽を踊り始めました。何事かと集まり、その様子を見た人たちは腰を抜かさんばかりに驚きました。田楽法師たちはなんと化け物だったのでした。政治に興味がなく田楽に興じた高時は暗君と評されました。しかしそれも呪いによるものなのでしょうか。高時は29歳で自刃。鎌倉幕府崩壊が加速しました。後醍醐天皇が新政権を樹立しましたが、武士からの不満を招き失敗。その後吉野に逃げ朝廷を開きます。これが南北朝時代の幕開けとなります。後醍醐天皇の念願である天皇新政は、時代が経ち明治天皇による明治時代に成就されます。明治天皇は自分は北朝の流れなのに、なぜか南朝が正統であると宣言しました。後醍醐天皇は南朝です。